話3話心霊番組ゼロ松本です。今日は私が体験した怖い話をしに来ました。聞いてください。今思い出しても震えてしまうほど恐ろしい話なんですけれども、あの夏の日、私は京都の地下鉄に乗っていたんです。その時ドアがプシッと開き、そこに現れたのはなんと天狗だったんです。腰身のひらひらさせたあの姿、決して仮装やお面などではないのです。この辺までにいいかな。3、2、1、はじめました、松本ゼルクッチ。いやもうそれでいくよ、マジで。それなんだよそれ、江戸っ子みたいな。こんなのやってそうやろ。そういう風に想像してみてください。本日は怖い話をやってみようということで、ここにお呼び出しがかかりまして、私たち今ここにいるわけです。誰のお呼び出し？あ、まず松本ざれ言をご覧の皆様、お久しぶりでございます。お久しぶりです。二宮と松本でございます。ありがとうございます。皆さん見てくれていますか？私たちは松本のざれ言の更新を怠り、それを悔いて松本のざれ言を失わないために、また新しい挑戦をしようとここにやってまいりました。やっぱちょっと違うな、これさっき撮ってたけど音声全く入ってなくて、もう一回撮り直したい。もう30分ぐらい撮ってたのに。気づく遅いね。もう2分半ぐらいで止まってんのにお前が全く気づいてへんくて、危うく全てを聞いてしまうところでした。そう、意味子はね。そういうわけで、これから松本のざれ言は週1投稿になり、怖い話をやっていこうと思っているわけです、はい、さっき俺が全部喋ってた。今入れ替わって松本が全部言ってるっていう状態。そう、なんかいろんなね、意味が分かると怖い話だったり、シャレが好きなほどそばい話だったり、そういう小そばがいい話まで幅広く取り扱っていこうと。もうええかそれで。だからまあ心霊写真と心霊動画は2人ごとでやるから、はい、こっちはもうなんかいろいろやるよという感じでいきます。そうですね、まずはお話タイプのものからちょっと、私たち今まであんまりやってこなかったんですけれども、はい、ちょっとそういうのをやってみようかなっていう、新しい挑戦をどんどんやりたいタイプの人間なんで、そういう風にやらせてもらってます。ザレ言怪談っていう名前でね、なんていうの、まあ既存のものとかありやんか、いろいろ2ちゃんとかで流行ったやつとか、はい、そういうのをまず言って、あの多分みんな知らんと思うね。心霊写真とか心霊動画とか見てる人間って怪談全員聞いてるとは限らない、別物やんか。そうですね。そうだから、そういうのをちょっと俺も初めてなんていう勉強しながら、はい、ちょっとこう話していけたらなと思うんで、まず今日は俺から、はい、で意味深、意味深ちゃうわ、意味怖で、ただお聞き苦しい点もあるかもしれないんですけれども、この2人を見守っていただけたら、そういうふうに思ってございます。もうさっき全部喋ったよ、ほとんど。もうクライマックスやって、だけどまだオチは聞いてませんから。疲れてんねんもう。意味が分かるとのところまで行ってないんで、うん、大丈夫です、タイトルが妹その前にお前言うなよ、ショート汗指を鳴らしておいてください。ちょっと早かった。はい、というわけで、この暗さとともに私の喋り方もちょっとおかしくなりつつあります。はい、それでは、聞かせていただきましょう、二宮さんの怖い話。いってらっしゃい。どうぞ。うんうんうん、はあ、整えて、まずは発声練習から。もっと、おお、え、大丈夫、伝わってるから、みんなに何の話するか。怪談じゃないで、意味が分かると怖い話な。はい、だから意味を考えていきましょうよって。そう、何が怖いって言われてるのか。一番怖いのはお前やけどな、さっきと私も自分が一番怖いです。はい、お願いします。ある程度お前も聞いてもうたから、はい、知らん程度、記憶消して得意やろ。しゃ、仕事中もすぐ記憶なくなるんだ、はい、え、なんてタイトルもう一回いいですか？妹。え、
なんて。それも妹、まあ、これはその妹のお兄ちゃんが日記を書いてるものをこうパパーって日付通りに読んでいくだけの話やねんけど、はい、まあ、ちょっと長くなるから、心して聞いてください。お願いします。まあ、日付順番に読んでいきます。はい、12月15日。さて何を書くものか。誰かに見せるわけでもないが、なんとなく最初は自己紹介。両親を墜落事故で亡くした俺は去年から妹と二人暮らしだったのだが、その妹は今年の春から留学中、帰ってくるのは3月だ。というわけで、今年の冬は一人で生活。暇だから日記でも書いてみる。ちなみにこれは妹が去年のクリスマスにくれたノート。ツリーの絵が書いてある。ん？意外と書くことないな。今日はもう寝ることにする。妹、おやすみ。っていう、もうほんま妹大好きなお兄ちゃんの。12月16日。ペンは持ってみたものの書くことがない。妹との思い出を書こうとしてもなかなか手が動かない。本当に俺って妹がいないと何もできないんだな。妹に会いたい。12月17日。今日は友達に合コンに誘われた。何でもクリスマスに合コンをやるらしい。妹に言ったら怒るだろうか。12月18日。ふと俺を叱る妹の顔が頭に浮かんだ。もうお兄ちゃんたらしっかりしてよねってまた言ってほしい。絶対に言ってくれないけど。12月20日。妹に去年のクリスマスにあげたプレゼント、今は俺が大事に使ってます。そういえば今年は妹にプレゼント買わないからお金が結構余ってるな。はあ、妹に会いたい。12月21日。妹に会いたい。正月には帰ってこないらしいから会うのは3ヶ月以上先か。お金貯まったしアメリカ行きてえな。12月22日。妹に会いたい、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 妹に会いたい。12月23日。妹から電話が来た。送り主不明の人からクリスマスプレゼントが届いたって驚いてた。かっこ笑い。サプライズとかお兄ちゃんさすが。12月24日。決めた。お兄ちゃん妹のところに行きます。俺妹がいないと無理だということで、これが最後の日記です。それでは。12月25日。メリークリスマス。妹から電話が来た。クリスマスパーティーをやったんだそうだ。そして妹は急遽日本に帰宅するらしい。危うく俺がアメリカに行くところだった。妹はお年玉がそんなに欲しいのか。かっこ笑い。それとも俺に会いたくなったか。可愛いやつだ。お年玉たくさん用意して待ってるからな。12月27日。信じられないことが起きた。日本に向かう飛行機が墜落したそうだ。死体が握りしめていた俺からのプレゼントの財布の中身で身元が判明したらしい。2日おきに書いてきた日記も今日で最後にする。ページはまだ残っているから、悲しみから立ち直ることができたら来年の12月に妹との思い出でも綴ろうと思います。でこの日記は終わってます。でここでお前にいろいろ説明してんけど、もう分かったんちゃう？分かりました。私怖いところが分かりました。うえーってなった。ほんまにこれ多分こうバーって呼んでるだけやったら、そう、そのお兄ちゃんがちょっとこじらしてる、妹大好きこじらせをやって、最後妹が、まあ、両親と同じ死に方をしてしまって、もう絶望に暮れてるという日記で終わってるんやと思ってるやろ。だけどけどちょっと疑問があんねんな。これな、2日おきに書いてた日記って言ってるのに、毎日のようにまあ、連続の日もあったりして、はい、であとは来年の12月に妹との思い出でも綴ろうと思います。あ、そうそう、そこが私最初えって思って、 そうやね、そしたらえ、じゃあえその未来やったんかみたいな、そのなんかループしてんのかなっていうのを最初に思ったんですけど、そう、でこれは実は俺は年数を言ってない、日付だけやんか、はい、っていうことは2つに分けれんねん。要は妹が生きてて亡くなる今の時間軸、今っていうかあれか、その時間軸、主人公となる時間軸と、立ち直った後の日記っていうのに分けられんねんこれ、はい、来年の、はい、でこれどうやって分けるかって言ったら、奇数日と偶数日で分けれんねん、うん、奇数日が今、はい、こうまだ妹が生きてて死ぬまでの12月、はい、で来年の12月が偶数日の、12月でこれ分けてみます、はい、で分かりやすくまずじゃあ12月は読まんけど、
奇数日、今の、生きてたところから死ぬまでの、12月の分をサクッと説明します、はい。じゃあ奇数日から12月15日、まあ、これは今からブログ始めると。で自己紹介から始まって、まあ、妹が大好きやと、妹が去年のクリスマスにくれたノートでちょっといろいろ書き始めたよと、まあ、自己紹介を、はい、アメリカに行ってるよっていう自己紹介をしてました。次、12月17日、合コンに誘われたと、はい、妹怒るかなっていう話ね。で、まあ、19日がこの時はなくて、12月21日妹に会いたい、正月に帰ってこないらしいから会うのは3ヶ月以上先かと、お金貯まったしアメリカ行きてえなって言った後、12月23日妹から電話来たと、そのサプライズプレゼントが成功したと、うん、お兄ちゃんからのね。で12月25日メリークリスマスって妹から電話が来た、楽しそうやね。でまあそういう言って、まあ、日本に帰宅するらしいと急遽ということで、お年玉をこうたんまり入れて待ってるからなと、うん、ほんじゃ、まあ、2日後の12月27日墜落して亡くなってしまったと、はい、いう話で終わるんやけど、ここから来年の日記が始まります。グース亡くなった次の年ってことですね。そうです。ペンは持ってみたものの書くことがない、妹との思い出を書こうとしてもなかなか手が動かない、本当に俺って妹がいないと何もできないんだな、妹に会いたいっていう、ほんま悲しみに暮れてて、次12月18日ふと俺を叱る妹の顔が頭に浮かんだ、もうお兄ちゃんたらしっかりしてよねってまた言ってほしい、絶対に言ってくれないけど、次12月20日妹に去年のクリスマスにあげたプレゼント、今は俺が大事に使ってます、そういえば今年は妹にプレゼント買わないからお金が結構余ってるな、はあ、妹に会いたい、次12月22日妹に会いたい、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 この時にまあさっきマイクが切れてることに気づいてそうですそうです、 ここでこっちもある意味めちゃめちゃ怖い話になったっていう、はい、なんでここまでさっき撮ったけどもう一回撮ってます。そうで、これ最後の12月24日でラストやって、その時にお前が気づいた、言う前にでマイク入ってなかったですって言って、もう一回一からスタートしてます。そうやっとたどり着きました、ありがとうございます。ここ、ね、だからさっき私はゾッとしましたね、ここで。そうだから、お前はまたもうそれ知った状態でまた1から読んでるから、あそういうことかって多分気づくやろなって思ってんけど、そう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 、12月24日決めた、お兄ちゃん妹のところに行きます、俺妹がいないと無理だ、ということでこれが最後の日記です。それではということですよね。最初はアメリカに行くんかなって思って聞いてたけど、妹が亡くなった状態で妹のところに行くってことは、そうです、うわ、自分で行ってしまったと。これは怖いですね。だからもう気づいた時にちょっとゾクッとするやん、うん、あそういうことかと思って、大好き大好き大体っていう、ただのそういうなんかちょっと今日なんていうの、ファミリー愛の強いなんか話なんかなって思ってたら、うん、結局その家族全員亡くなるっていう、ほんまですね、ほんまや。いや、まあ切ないっていうか、まあ、作り話なんやろうけど、でも作り話だというよりこういうのも結構あると思うのよ、ほんま実際にこういう話って。だからこれが意味が分かると怖い話だということになってます。どうでしたか、一発目、知ってる人多分多いと思う、有名なやつだと思うから、これなんかこの後味の悪い空気をいかに紛らして噛み締めていこうかと。そういう切ないやろ、ちょっと、はい、なんか怖いし、そっからその後だんだん切なくなっていくっていう、悲しい、悲しさと、そうだって、あの落下がすごいよ、あのハッピーな感じやったよ最初、うん、よっしゃーってこう妹大好きって相思相愛みたいな、うん、妹ともね、久しぶりに会えるわってなったら、その中には実はグロいものが書かれてるっていう、ようできてるやろこれ。そうですね、うん、悲しかったです、なんか、うん、そういうわけで本日のザレ言会談でございました。ございました、こんな感じで、いろんな話を
呼んでいったり、こう紹介していったり、たまには自分の体験談とかも喋ったりやっていこうかなって思っています。次お前が喋る番。そうですね。というわけで、ちょっとゾッと疲れました。そうです、あの2周しました。正直私2本分撮りましただから。あ、じゃあそれにあのアフレコしてやりましょうか。私が二宮さんのふりして、それ編集して出せる。じゃあそれを創作で私が二宮さんが話してそうなことを話しますね、うん、はい、はい、っていう感じで、はい、ありがとうございました。大丈夫かな、それごとこれで初めてよくできました。どうした。31日からされごと真似事はババンと6割もよ、薩摩とみかんに任せろ、いつも心は晴れもよ、31からされごと何事はババン笑い飛ばせよ、秘密の部屋から。